皆さんこんにちは。ヌーチェパフォーマー頑張りまっするガンマモサルです。さて、今回この動画なんですが、こちらダブルヌンチェクのリストスピンについて解説をしていきたいと思います。そう、この技やりたいけどちょっとどういう風に練習していいかわかんないという方多いと思いますんで、ちょっと練習の仕方解説をしていきたいと思います。うん、で今僕がやったのはこの右左交互にこうやってやるやり方なんですけども、これの方がやりやすいんですけれども、ちょっと分かりづらいので、まず分かりやすいけどね、こっちの方が難易度高いかなーっていうのからちょっとやっていきたいと思います。はい、まずやってほしいのはこれですね。そこは何かっていうと、左右対称、全く対称にやるってことね。そう、リストスピンなしていくとこういうことなんですよね。8の字書いてる感じ。そう、これをリストスピンありにすると、こういう風になるんですよね。はい。で、左右対称なので、まあ、その右と左がちょっと連動していい感じに動きやすいので、まずはこれをやっていただきたいと思います。はい。で、練習の方法ですね。練習の方法は簡単。はい。これをですね、まず、こう回したいわけですよ。こう回したい。で、まずは、こう。はい。順手から逆手にします。で、次にこっち。こっちに、こう。はい。で、次に、こう。次に、こう。そう。この時に、この棒同士がね、ぶつからないように気をつけてくださいね。こう。こう。そう、この棒同士に当たんないようにする。まあ、つまりこの手を離したりとか、これ前後にするっていうの自体がちょっと難しかったりするので、このリストスピン自体が片手片手で、まあ安定してできるようにしておいてください。それが条件ですね。はい。で、よいしょ。よいしょ。というふうにやります。はい。こう。こう。ですね。はい。で、これがスムーズに、はい、こう、スッ、止める。できるようになったら次は8混ぜましょう。はい。8、くる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 。8回転リストスピン。8回転リストスピン。はい。これをやっていきましょう。はい。で、リストスピンの動画は僕も何個か上げてるので、まあ、それをか、参考にしながら、この8くる、8くるっていうのはやってみてください。まあ、リストスピンの、まあ、片手のやり方は概要欄に貼っておきますので、はい、見てみてください。はい。8、くる。8、くる。はい。そして、これが、滞りなくできるようになったら、連続できます。こう、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 こう。はい。ただし、さっきも言ったんですけど、この時に棒同士、そう、当たらないように注意してください。はい。まずこれ、左右対称のやり方となります。はい。ただ、これ、まあ今も言ったんですけど、棒同士がね、当たりやすいんですよ。非常に。そう。どういうことかというと、これちょっと近づいてくると、こうババーンとか、お互い干渉しちゃったりするんですよね。あ、今うまいことクロスしてますけど、ちょっと当ての難しいな、逆に。まあやってくると多分、練習中にパンパン当たると思います。ぶつかるんですよ。で、これ当たった瞬間にもう一個飛んでっちゃったりするので、ちょっと実はね、これ、難しかったりするんです。わかりやすいけど、難しいんですよね、この左右対称って。わかりやすいし、まあ、手も動かしやすいんですけど、失敗はしやすいっていう風なものになります。うん。でも、まずはこれで原理をちょっとわかっておいてほしいんですよね。左右はこういう風にやるんですよ。はい。で、次に、一番初めにやってた、この、左右対称ではないやつ。はい。この交互にやる感じ。ちょっとリズムずらしてやってる。これをやっていきたいと思います。はい。で、これの利点としては、これ、右、
左、右、左ってこういう風になってるので、あんまり当たんないんですよ。まあ近づけすぎると当たりますけど、さっきの左右対称のものよりは当たりづらくなってるんですね。こうずれてるから。はい。これ解説していきます。はい。じゃこれのやり方としては、そのリズムをずらすというか、まあずらす人があるので、まあ、片方逆手、片方順手っていう風にしてもらいます。はい。で、同じ方向に回す。はい。で、やり方同じ方向に回す。そう。常に、右手、左手の順手、逆手が、はい、逆になって。こっち順手、こっち逆手。はい。で、今度はこっちが順手、こっちが逆手になります。はい。これを練習してください。これ。こう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 。これも片手のリスピンと練習の仕方は一緒ですね。はい。やり方は基本的に一緒です。ただ、右手、左手が、あべこべになってる。っていう感じ。じゃあ、これが慣れてきたら、さっきので分かりますよね。じゃあ、まあ、こっち順手、こっち逆手にしましょうか。これで、まず、8書いていきます。同じ方向にこう。そしたら、くる。8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 、はい。そうすると、まあ今、ボードちょっと当たっちゃったけど、はい。こういう風に、なってきますよと。はい。で、これを、この持ったまま8を回すのなくすと、こう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 。こういう風に、はい、左右対称に、じゃない。左右非対称になります。うん。で、さっきも言ったように、慣れてくると、こっちの方が、やりやすくなってきます。はい。ね、この右と左でちょっと、この、引き離すことが、できますので、こっちの方が楽か。で、リストスピンで、こういう癖がするんですよ。まあ、いわゆる僕は三拍子って言ってるんですけど、この三拍子の人は三拍子でこういう風にすることができます。うん。もしかすると、こっちの方が楽かもしれないですね。というのも、さっきのこの、まあ、いわゆる僕が言ってる二拍子ってやった場合って、この後のこの一瞬間がというか、この、なんだろうな。この間がね、ちょっとね、この後か。この後がちょっとヌンチャクブレちゃったりするんですよ。そう。これ、やっぱりこのくるって回ってるけど、スピード速いから、ちょっと、うわ、浮いちゃって、あ、もう一回転しなきゃ、みたいな人がちょっと、いると思うんですよ。僕はこう、ちょっとできるんで、こう、ゆっくりできるんですけど、これが、っていうなっちゃう、いると。はい。そうなってくると、この回転をちょっと埋める必要があるんですよ。このふわっと、ふわっとできない人は、この、回転をじゃあどうするんだっていう時に、この三拍子のこの回転を入れると、ちょうど良くなるんですよ。まあ、これはね、ちょっと実際、できるしかわからないような感じのことになってるんで、くるんですけど、まあ、練習してきて、あれなんか慣れてきたら、あ、このことを言ってたのかなっていうのはなんとなくわかってくると思います。はい。なので、もし、このやり方がちょっと合ってない。僕はリストスピン自体がこの三拍子なんですよ。っていう人は、練習方法はちょっとわかんないな。はい。なんですけど、まずはこれをやってもらって、これやってるしね、あ、なんか回転がちょっとって時はこう、ポッ。回転がちょっと余るんだよね。っていう時はこういう風にやってくれればと思います。はい。で、これもリストスピンの解説って言ってるんですけども、この、1、2、1、2拍子と、1、2、3、1、2、3、1、2、3。この3拍子は使い分けれるようにしててください。うん。前も言ってたんですけど、要は、これ2拍子じゃないとできないパターン。と、これ3拍子じゃないとできないパターン。なんですよね。はい。で、ダブルでもこの使い分けができるようになりたいので、まあ、ぜひ使い分けできるようにちょっと練習していただければなと思います。はい。というわけで今日はリストスピンの、ダブルでのやり方の解説でした。で、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。